はい、どうも皆さん、こんばんは、レプチンです。今日はデッドバイデイライトのキラー側スカルマーチャントを使ってプレイします。はい、ということでね、今回はバージョン 8.3.0 のアップデートで、スカルマーチャントに大幅な弱体が入ったってことでね、実際に使って見てみたいと思います。じゃあスプバですね。いいよ。はい。はい。ね。大幅な弱体化。まあ、気になるね、調整内容なんですけれども。ちょっと待ってね。へい！これもう担げる、ここ。あ、担げるわ。はい、まあ、気になる調整内容なんですけれども、まずね、一番大きいのがドローンのスキャン線の数が2本から1本に減少しました。いくよ、奥ね。ちょ、さっきも言ったんだけど、はい、これね、ほら、線が2本だったでしょ。これが1本になっちゃったと。はい、なんで生存者をスキャンするのがかなり難しくなってます。これが一つ目。で、もう一つが、よっくー、ドローンのスキャン時に発生する妨害ペナルティが、10% から 5% に減少しました。よっ。よはい、なんで前ほど生存者に与える妨害効果が強くないです。ほい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 。ぬぬ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 。はい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 、いいね。いいよ。はい、オッケー。はい。で、生存者のスキャン時にスカルマーチャントが出ていた迅速効果が削除されました。はい。なんで、生存者スキャンしても足が速くなることはありません。で、こっからがね、新しい効果なんだけど、まず一つ目がですね、ドローンが常に、有効な状態になります。前まではさ、偵察モードだったかな？なんかほら、最初は、生存者には見えない状態だったんだけど、スキャン線とかが。でも最初から見えるようになってます。で、もう一つがね、ドローンのスキャン線が16メートル以上離れた生存者に見えなくなりました。はい。以上の調整が入ってます。はい。だいぶ弱くなってます。マジで。だいぶ弱くなってます。痛い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 。いいよ。ああ、惜しい。もうだいぶ弱くなってます。まあもう、なんで弱くなったかって言ったら、もういろいろなことが原因で弱くなってんだけど。まあまあ、スキャン線が減ったってのやばいね。まず。マジで。ほんとにね、全然スキャンできない。まあ、ちらほら生存者引っかかってくれてるけど、今。なんか、スカルマーちゃんとチェイス中とかにさ、ドローン出してさ、で、それで引っ掛けて、衰弱、要はダメージ与えて、
で芝君みたいなさ、まあ、ずるい戦い方ができたんだけど、それがもうできないね、完全に無理。一応なんかね、往復ビンタみたいなね、これ専用の戦術も生まれたんだけどね、ほらこうやってドローンの回転変えてさ、こうやってビンタするみたいな感じで相手にドローンスキャンさせるみたいなのもあるんだけど、もう本当にスキャンしづらくなってるね、圧倒的に。マジで全然ね、スキャン引っかかんない、チェイス中は。はい。で、まあ、妨害ペナルティの数値が下がったとか、迅速の効果がなくなったってのもやっぱり大きいですよね。本当にスカルマーちゃんとって、なんかデバフが多くて、まあ、デバフ、バフ、自身のバフとか、生存にかけるデバフが多くて、なんか本当になんかもう多機能だったんだけど、いろんなことができたからさ。生存者は足を遅くしつつ、自分は足速くしたりとか。ね、もう何でも、何でもありな、すごい強い能力だったんだけども、それができないんでね。だいぶ弱くなってます、マジで。いい。マジでパワーダウンしてますね。はい、よいしょ。さあどこ行った？いた。こっち行ってる。置いたそばから解除されてる。はい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 。出歯かな？出歯じゃない。よいしょ。マジで弱いっすね。でもスカルマーちゃんとは、まあ、弱体化されるべきではあったので、まあ致し方ないのかなと僕は思います、正直。はい、申し訳ないけど、スカルマーちゃんと愛用されてた方もいらっしゃると思うので、あんまり強い言葉は使いたくないけど、スカルマーちゃんとは処刑率が1位だったんですよね。ナースとかブライトみたいな現環境の本当にティアトップのめちゃめちゃ強いキラーたちがいるんだけど、そいつらを抑えてスカルマーちゃんとは、まあ、全レートなんだけど、まあ、処刑率が1位だったと。運営がその想定してるその基準値をはるかに超える強さを持ってたので、まあいつかはナーフは入るだろうなとは思ったんだけど、まあ案の定弱体化が入りまして、正直ね、もともとはね本当に強かった、強すぎたね、なんつうか理不尽な強さを持っていたよね。こうすれば逃げれる、ああすれば対策できるみたいなのがなかったから、本当に強くて、ちょっとずるいキラーだったんだよね、正直。はい。待って、来てるわ。えい。えい。よし、これなら当てれまい。なんかフックの数めちゃめちゃ少なくね、なんか。はいよ。ここ？回してない。どこだろう。本当に弱くなったな。これも使う人もほとんどいないんじゃないかな。マジで。本当に今までこのスカルマーちゃんとの強さ
でね、あの使ってた方はもう使わなくなるんじゃないかな。いいよ。いで。入りましたね。はい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 。で、戻ります。いた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 。はい。OK。あそこも爆発したぞ。あそこにもいんのか。はい、壊します。今なんか、まあなんとか戦えてるけど、まあ本サーバー行ったら怖いかんだろうな。オッケーオッケーオッケー。いいね。引っかかってるね。よし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 。もう往復ビンタ使ってスキャンさせるしかねえやマジで。はいよ。オッケー。であそこ回してるから、はい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 、はい、逃げてるね。あれを呼び戻して、まあ俺もそんなスケルマーちゃんとめちゃめちゃ使ってたわけじゃないから腕前はまあお察しなんだけど、でもそれでも全然使ったことなかった昔でも普通になんかあの弱体化入る前のスカルマーちゃんとは結構キル取れたから、うん、やっぱりそれだけぶっ壊れというか強かったんだよね。誰が使っても強かったってわけじゃないけど、まあ割となんか本当に初心者さんが使っても安定してキル取れたんじゃないかなってぐらい、まあね、卑怯な強さ、卑怯なって言ったらよくないかもしれないけど、まあだいぶ強かったんだよね。まあだからナーフは致し方ないかなと思います。海外でもめちゃくちゃ嫌われてたからな。スカルマーちゃんとって分かった瞬間切断する人がいたぐらいならしいんで、海外では。はい、そんな逸話もあるぐらい嫌われてるんで。はい、まあ往復ビンタは昔からあったのかな。つけるんだ。はいよ。OK。 このドローンを回転させる必要があるからあれだね。前はあんまりテクニックいらず、とりあえずチェイスするときにドローンポーンと置いとけみたいな感じだったけど、今度からはしっかり考えてドローン置いたり、逆回転とかもね有効活用して、スキャンめっちゃパパパパ貯めて衰弱にしてクロートラップつけてでダウン持ってくみたいな感じで、ちゃんと考えてちゃんと使わないとちゃんと勝てないみたいなキラーになったかなと思いますね。はい、てな感じでいかがだったでしょうか。今日は、バージョン 8.3.0 の PTB パブリックテストビルドで、大幅な弱体化が入ったスカルマーチャント使ってみたんですけど、まあ使用者は激減するだろうなというような、本当に弱くなってるなっていうのをもう肌感でめちゃめちゃ使ってみてめちゃくちゃ感じました。はい、前はもっと本当に理不尽な強さでもうなんかその強制することができたんだけど、いろんなことを、でもそれがもうだいぶ削られてパワーダウンしてなんかうんのっぺりとした、感じのキラーになったかなという、はい、思いました。一回使ってみてほしいね。本実装されたらこれ、うん、だいぶ弱いっすね。はい、という感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。